中英社未来文庫九死一生ゲーム地獄東京雷雨の山手線一周サバイバル。この電車は山手線だ。それならどうして停車しないの？メガネの女子が聞いた。そんなのわからないよ。ぽっちゃり女子が泣きながら言った。うるせえ。日焼けした少年が大きな声を出すと、ぽっちゃり女子はさらに大きな声で泣く。静かな車内に泣き声が響く。ルイは乗客を見回す。この電車に乗っているのはルイと同じ年くらいの少年と女子が数人いるだけだ。どういうことなんだ。一体何が起きているんだ。まさか銀河鉄道の夜の山手線バージョンじゃないだろうな。電車は巣鴨駅、駒込駅、田端駅も通過する。ぽっちゃり女子が泣き止み、車内は重い静寂に包まれていた。みんなの意見を聞かせてもらえるかな。それまで黙っていたボブヘアの女子が唐突に言った。意見って何？ルイが聞くと、ボブヘアの女子が車内の後方を指さした。あれ、なんだと思う？そこには高さ1メートルほどのイチゴの像が置かれている。ストローベリーですね。ウェーブのかかった栗色の髪の少年がストロベリーを本場仕込みの発音で言った。イチゴだろ、日本語で言えよ。ルイがイチゴ像の前に行くと、他の乗客も集まってくる。すると車内スピーカーから陽気なダンスミュージックが流れる。イチゴ像がブル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 と震え出す。うわ、動いてるぞ。丸顔の少年が怯えた声を出す。ルイたちは慌ててイチゴ像から離れた。バッカーン！イチゴ像が音を立てて縦に真っ二つに割れた。中からイチゴの着ぐるみを着た小学3年生くらいの少女が現れる。こんにちは。着ぐるみの女の子は手を握り、親指を立てた始圧のポーズをする。みんなは名誉ある九死一生プレイヤーに選ばれましたよ。お前何者だ。日焼けした少年が着ぐるみの子を睨みつける。あれれ、これは失礼しましたよ。あたいはレースのナビゲーター一五一ちゃんですのよ。名前の意味は生きていて一回しか会えないということですのよ。俺が聞いているのはそういうことじゃねえ。日焼けした少年が一栄に向かっていく。あれれ、ちょっとちょっとちょっと、あたいに近づかないでくださいですのよ。一栄が言うが、日焼けした少年は構わずに歩み寄る。冷静に冷静になってください。いえ、熊切隼人くん。名前を呼ばれて日焼けした少年は立ち止まった。どうして俺の名前を知ってるんだよ。ハヤト君だけじゃないですのよ。背の高いのが市川ルイ君ですのよ。名前を呼ばれてルイは驚く。うん、俺は市川ルイだ。あたい、みんなの名前を知っているですのよ。私のことも知っているんですか？メガネの女子が聞いた。当然イエー、石毛舞ちゃん。そうよ、当たっているわ。と舞。ボブヘアが松下彩香ちゃんですのよ。当たりよ。彩香がクールに答えた。泣いていたのが和田春菜ちゃん。春菜は大きくうなずく。そこにいる金髪が島袋杏里ちゃんね。
窓の外を見ていた花柄の派手なワンピースを着た金髪の女子が振り向く。なに、アンリのこと呼んだ？なんでもないですのよ。それに下川純一くん。丸顔の少年純一がうなずく。そこに座って難しい顔をしているのが平山学くん。シートに座って考え込んでいた学が手を挙げる。お前一組の平山学じゃねえか。ハヤトが学の前に行く。君は三組の熊切ハヤトだろう。うん、そうだ。イエーイエーイエーイ、二人は知り合いだったですのよ。クラスは違うけど同じ小学校だ。学は学校一の秀才なんだ。ハヤトが言うと、学が、いや、それほどでも、と照れる。そうだったですのよ。はい。栗色の髪の少年が、片手を上げていった。忘れるところでしたのよ。9人目は、京本修也くんですのよ。イエス、そうです。修也は、ハキハキと答えた。これで、全員の紹介は終わりました。イエーイ。うわ、もうこんなところですのよ。一恵が窓の外を見ていった。九死一生ゲーム、未来文庫で大好評発売中。チャンネル登録よろしくね。